じゃあ、しろぶさん。また。じゃあ。エントリーナンバー、550番さん。変わった。しろぶくんさん、どうぞお入りください。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。どうしてあなたは、この大会を受けようと思ったんですか？私、5年ほど、引きこもっていて、エアギターがすごい自分を変えてくれたので、エアギターに感謝 を込めて、このオーディションを受けようと思いました。おー、なるほど。同時に EXILE のボーカルオーディションも受けてるそうですが、何を歌われたんですか？羽二分の一という曲を。おー、じゃあぜひ。聞かせていただけますか？今ですか？はい。ありがとうございました。ありがとうございました。それではお願いします。敵だ。入った。完全入った。入ってるぞ、これ。あ、やばい。あ、やばい。あ、やばい。そんなフリーじゃないのに。いけ。いけ。最後ギター踏んだね。しかもみんな気づいて一回投げて投げてダブルギターで。あ、ダブル審査委員長の実力は一体どれほどなのか。審査委員長やっぱ気になるところではありますが。私ですか？やはりそこを見ていかないと。エントリーナンバー2番、気まぐれプリンスさん。結構早めに気まぐれプリンスさん。審査委員長。すみません、遅れました。よろしくお願いします。今日は何で来ましたか？やばい、食べさらにで電車とかで。どういう経路で来たんですか？井の頭線に。なんか最初にお会いした時と声が違うみたいなんですけど、作られてますか？すいません、ちょっとあとちょっとエアギターをしちゃいました。ごめんなさい。あ、お久しぶりです。お久しぶりです。なんかダンスもね、すごい数々も。いや、まさか皆さんのことをこうやってね、お会いしてたんで本当だ。ちょっとプロフィール見たんですけど、はい、新しい得意なジャンルに日本舞踊っていうのが増えたらしいなんですけども、はい。あ、それちょっと今全然関係ないんですけど、ちょっと見させてもらってもいいですか？日本舞踊。あ、全然大丈夫です。大丈夫です。はい、お願いします。大丈夫です。これ送りしてもいいですか？あ、全然大丈夫ですよ。お願いします。自分のタイミングで。はい、全然大丈夫です。センスや。絶対そんなの。欲しいじゃないか。はい。ありがとうございます。すごい。素晴らしいですね。エアギターもやっぱ期待できます。現地ますね。そう、日本舞踊と。リンクしたエアギターを見せていただけるので、あ、すいません、ジャパニーズスタイル、はい、ジャパニーズスタイル、なかなかやっぱギターって、ギターって言いますと、皆さん、なんかアメリカとかそういうそうですね、はい、あると思うんですけれども、はい、やはりここはやっぱジャパニーズソウルのとこで、はい、どういう信念でそれをやられてる？信念どういう信念？どういう気持ちで信じようとですか？素晴らしいですね。ジャパニーズ魂が感じられますね。はい、あ、すいません、それを使っちゃうとエアではなくなってしまうので、あくまでね、はい、わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、はい、よろしくお願いします。
そのままでいいよ。よかったです。すごい素晴らしい、素晴らしいですね。またお会いできるの楽しみにしてます。ありがとうございました。あの人受かるわ、あの人受かるわ絶対。でもオーディションばっか参加してるから。娘 YouTube チャンネルでは踊ってみたライブ映像、プライベート、そして禁断のシェアハウス映像などなど最新情報をお届けします。チャンネル登録はこちらから。みんなよろしくねー。